栃木の名店も訪れて美食をめぐる栃めし。栃木市西方町、西方中学校の隣、手打ちそばお食事処愛。テーブルと座敷席のスペースもゆったりと取られた広めで庶民的な雰囲気の店内。お店自慢は栃木産そば粉を使った手打ちそばに4種類の出汁をブレンドした特製のそばつゆ。こだわりの詰まった美味しいおそばが地元の常連客を中心に人気です。お客さんが食べてもらうんで、一生懸命作ったそばなんで、茹でるのもコシを出すように、氷水で締めたりいろいろやってますので、美味しく仕上がっていると思います。そんな愛では手打ちそば以外のメニューも充実しています。中でも人気の高い料理を作ってもらいました。塩コショウで味付けした国産豚ロースを 230g、 これをフライパンで焼き目がつくまで焼いたら、香り付けにウイスキーでブランデ、熱々の鉄板には目玉焼きとキャベツなどの生野菜、焼き上げた豚肉を盛り付けていき、お肉の上にニンニクバターと、さらにもう一度キャベツをどっさりと乗せて、自家製のステーキソースを用意すれば完成です。熱々の鉄板から立ち上る美味しそうな香り、鉄板焼肉定食。まろやかでタレとお肉がマッチして美味しくできていると思います。人気そば店で味わう絶品のお肉料理、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。